本日は私が老けないためにやらないって決めてることについてお話ししていきたいと思います。ね、仕事をずっとしていると忙しい時はってやってストレス解消しております。綺麗な細胞を読みさばそう、翔子のビビッドな日常スタート。一緒に大人の綺麗、全方位美人目指して頑張りましょう。ぜひチャンネル登録して最後まで見て一緒に綺麗になっちゃいましょうね。皆さん、美容やアンチエイジングのために続けている習慣や決まり事ってありますか？本日は私が老けないためにやらないって決めてることについてお話ししていきたいと思います。エイジングケアは毎日継続っていうのが大切なんだけども、今回お話しする内容をね、ぜひ毎日のね生活に取り入れてみてください。参考になったよっていう方はコメントでね教えていただけると嬉しいです。まず一つ目にお話しするのは、やらないことは過剰な日焼け。本当にね、日に当たることは多少はね健康のために必要なことなので、私は朝日を浴びるようにしてます。ただしね、ちゃんと日焼け止め塗ってからね。キャンプやね旅行も好きなので、やっぱりね日焼けっていうのはめちゃくちゃ気をつけてます。あとね、外ロケとかっていうとね、本当にね夏の砂漠とかも行ってたので、その日焼け過剰にねなる日焼けっていうのは本当やめといた方がいいっていうのは分かってるので、紫外線はね肌の老化を早める本当に要因の一つなので、紫外線を過剰に浴びることは避けていくことが大事なんです。中学校のね頃から母にね、日焼けしそうな日とか部活とか体育のねある日とかは必ず日焼け止めとビタミン C、 特にね廃脂線を飲まされてました。あれだけ若い頃ね夏にオイル塗ってね焼いていたのに、シミが少ないのは母の指導の賜物だと思ってます。なので皆さん、覚えたことは娘さんとかお孫さんにしっかり教えてあげてくださいね。で、若い頃はよくね日焼けしていたっていう方も、これから先肌の老化を防ぐためになるべくね日焼けは避けていく、紫外線を浴びている時はしっかり対策することを心がけてください。雨降ってるから、曇りだから、寒いからって言って日焼け止めの対策しないのは最悪ですからね、ダメですよ。具体的にできる対策としては、年中無休で日焼け止めは塗るということです。あとね、日傘とか帽子とかね、こうちゃんとね焼けないようにしていくっていうのは大事で、紫外線はちょうど今のような冬の時期でもしっかり対策、曇りの日も同様油断大敵です。日焼け止め効果のある下地やクリームを日頃から使っていくっていうのが大切。次に私が老けないためにやっていることは、ストレスをためないことです。本当にねストレスすぐためちゃうタイプだったんですけど、ストレスって仕事とか人間関係などでストレスが加わると、コルチゾールっていうねストレスホルモンが分泌されます。コルチゾールっていうのが過剰に分泌されるようになると、動脈硬化の進行や骨年齢の老化、免疫の低下など、いろんな悪影響を及ぼしてきます。で、正常値を保つために、睡眠をしっかりとる、バランスの取れた食生活、運動の習慣といったストレスがかからない生活を心がけることが大切ですと、ね、美容男子のねこの間イベントに来てくれたしゃべくりシャトーのね川瀬翔さんも、ストレスがためないのが一番やみたいな感じで言ってました。そしてストレスをねため込まないためには、規則正しい生活っていうのをね加えて、自分のご機嫌を取るっていうことが大切なんですよ。例えば私の場合は、ストレスをねためないために週2回ね筋トレをするようにしてます。本当に私運動嫌いだったんですけど、運動するようになったらストレス本当にたまらなくなったんですね。あと夫婦の会話を大事にします。私は朝ごはんね台所でもう忙しいの立ちながらね作って、一緒にともさんと2人で会話しながら食べるのが、我が家の暗黙のルールなんですよ。今日こんなことやるんだとか、あんなことやるんだとか、何時に終わりそうみたいなところで時間合わせられそうだったら、一緒に食材のね買い出しとか公園デートしたりとかっていう隙間でねやっております。もちろんね、もう鬼のように忙しい日だったらお互いにね、いや頑張ろうねとか頑張ってねとかって言ってます。あとマネージャーのね小島さんとね仕事をずっとしていると、忙しい時はこうやってね蓮をなぜくり回したりとか、もうなぜくり回してこうやってねってやって
ストレス解消しております。私が老けないためにやっていることは急激なダイエットしないこと。急激なね体重の変化っていうのは老化につながるだけじゃなくて栄養不足になって免疫力を低下させたり血圧心拍影響を及ぼす、もう本当健康面にもさらにね及ぼしてしまって、もう脳の栄養も不足するため集中力や記憶力の低下につながる、あとうつ状態になったりとかね精神的に不安定な状態にもなりやすくなるので、だから普段から体重計に乗って体重を増えないように気をつけてます。だからちょっと増えちゃったなと思ったらね、今日の食事はタンパクにしていこうみたいなのとか。で、私は太りやすくて遺伝的にもお父さんがずっと太っていて、でお母さんは年を取ってから太っているタイプなので遺伝的にねもともと太る遺伝子は持っているタイプで、付き合いで外食とかお酒がね好きなのでついつい飲みすぎてしまったり食べすぎてしまったりする傾向があるんですね。だから家では食事健康的になるように食材とかカロリーっていうのは気をつけるようにしてます。もちろんね適正な体重を超えているという方については、私もね太ってた時は一回ね適正体重にするために少し頑張らないといけない、ね、食事制限や運動するべきっていうこともあるんだけど、そういった時もね必ず過度なダイエット急に体重を落とすとかっていうと皮膚のね再生能力が追いつかずたるむので、月に2キロまで、ね、しっかりお肌を手入れして適切な栄養を取れた食事と運動をちゃんと続けてみるようにしていくと綺麗にこう絞れていく。なので私も本当にいつも気遣ってます。なので一緒にね頑張って綺麗を保っていきましょうね。ではまた次の動画でお待ちしてます。